私は冬、4ヶ月前に男の子を出産し、現在は育休中。慣れない育児と寝不足で疲れを実感している。やっと寝た。お願いだから3時間は寝てちょうだい。誠はもう帰ってきたかな。帰ってきてたら洗濯物を片付けておいてくれてるといいけど。ああ、冬、ただいま。寝かしつけしてたんじゃないの？お帰り。はぁ、どうしたの？ねえ、前に誠言ってたよね。育休は取れないけど、気づいた家事や育児は積極的にやるって。言ったけど。そこに出ている洗濯物とか、シンクの中の洗い物とか、気づかなかった？ああ、あれは後でやろうって思ってて。お酒飲んだ後で？誠ってお酒飲んだらすぐに寝るじゃない。もう、イライラすんなよ。ちゃんとやるって言ってるだろ。そうやって切れるなよ。そうじゃない。私は同じことを何度も繰り返したくないだけ。誠、いつもそうやって後でやるって言って結局やらないじゃない。そういうの精神的にすっごく疲れるの。結局やらないなら期待させないでよ。んだよ、やるって言ってるのに。冬さ、最近マジで怒りっぽいよ。前はこんなことで切れたりしなかっただろ。誰が怒らせていると思う？うん？ソータが起きたみたいだ。おーい、冬聞いてる？ソータ起きたよ。気づいたなら誠が行きなよ。俺？でも俺が行ってもどうせ泣き止まないし。どうせ？わかったよ。なんで自分でやるっていう発想にならないのかな。同じ親でしょうが。ちょっと全然泣き止まないんだけど、助けてよ。私に助けを求める前におむつを確認するとかしたの？いや、あのさ、前から思ってるけど少しは自分で考えなよ。泣いてる原因何かなって。おむつかな、お腹空いてるのかなとか、暑いのかな、寒いのかなって。そういうの教えてもらわないと気づかないよ。私だって他のどの親だって誰にも教えてもらってない。泣き止まないからどうしたらいいんだろうっていつも考えてるんだよ。誰にも頼ることできないから。ねえ、ちゃんと親の自覚ある？なんだよ、さっきからそういう言い方ないんじゃないか。俺だって頑張ってるのにさ。具体的に何を頑張ってるわけ？まさか仕事を頑張ってるって言うんじゃないわよね。私からすれば仕事しかしてないくせにって思ってるわ。仕事しかって。私が育休だから養ってるって勘違いしてない？育休でもちゃんと給料出てるし、誠だけの稼ぎで生活しているわけじゃない。あと半年ちょっとで仕事に復帰するんだよ。その時今みたいに教えて教えてって言われても困るの。俺別に仕事だけじゃなくて家のことだってちゃんとやってると思うけど。ソータのおむつ替えだってやってるし、ミルクだってあげてるだろ。冬の言い方だと俺は何もやってないって聞こえる。おむつは私が替えてって言わなきゃ替えないし、ミルクだって私が準備して渡したのを飲ませているだけでしょ。私が求めているのは自分ごととして家事と育児をやってくれることよ。俺は俺なりに頑張ってるのに、その頑張りを少しは認めてくれればいいだろ。そうやって怒っていなくなるの、いい加減やめたら？うるさい。きつい言い方したのは分かってる。でもあまりにも頼りなくて我慢できなかった。このままじゃ育休が終わった後、さらに大変になるのは目に見えている。なんとかしなきゃ。そんなある日、うわ、ボコボコしている。疲労のせいか私の体にジンマシンが出るようになった。さすがにこう毎日痒いとしんどいな。病院に行かないと。ねえ、今日病院に行くからソータのことお願いね。え？何を？病院って皮膚科だろ？ソータも連れて行ったら？はぁ？だって長い時間ソータと二人きりになったことないしさ。あら、そう。じゃあいい機会だからソータと絆を深めてちょうだい。マジで？たった半日程度も子供の世話ができないやつは父親だって言ってほしくないわね。わかったよ。頼んだわよ。私は皮膚科の後に買い物も行くと話し、お昼から家を開けることにした。出産してから一人の時間なんてほぼ初めてだわ。一人ってこんなに身軽なんだ。この4ヶ月、毎日24時間ずっと子供中心の生活をしていたので、自分のこと以外気にしなくていいことに感動していた。それではお大事に。ありがとうございます。思ったより時間かかっちゃった。買い物はやめて家に帰ろう。私は家の様子が気になったので誠に電話をした。出ないな。どうしたんだろう。家の電話にもかけてみよう。やっぱり出ない。その後も誠は電話に出なかった。すぐ帰らなきゃ。ただいま。うやー、そうだ、どうしたの？ぎゃー。え、汗びっしょりじゃない。ずっと泣いてたの？おむつ、もしかして一度も交換してない？ミルクを作った様子もない。一体誠は何をしてたの？ん？昼間から飲んでたの？ということは、もしかして。信じられない。え？あれ？なんで冬がいいの？さっき病院に行くって出かけてたよな。誠、あんた私が出かけてからお酒飲んだのね。それは。そしてその後すぐに寝ちゃったんでしょ？ここで。いや、違うって。
ここに来たのは部屋着を着替えようって思って、ほらちょっとビールこぼしちゃって。それで着替える前にベッドに軽く横になってそのままぐっすり寝ちゃったってわけ。まあ、うん。何考えてるの？なんでソータの世話をしなきゃって時にお酒飲んでんのよ。いや、ソータもぐっすり寝てたし、俺も休みだし、ちょっとくらいはいいかなって。お酒飲んだらすぐに寝るって自分でも分かってるよね。私が帰ってきた時ソータは大泣きだったわ。おむつも変えられてないし、ミルクだってあげてない。私が家を出てすぐってことは2時間はここで寝てたの？2時間もソータから目を離していたの？悪かったよ。でも泣いてただけだろ。別に怪我もしてないし、そもそも寝返りもまだなんだから。そういうことを言ってるんじゃないのよ。私は2時間も放置していたのに泣いてただけだろって軽く言えることが許せないの。確かに寝返りはまだだし怪我はなかった。でも自分のせいでソータがずっと泣いてたのに申し訳ないって感情はないの？思うよ。でもそうやって頭ごなしに冬に怒られたら俺だって腹立つし。この件であんたに腹を立てる資格ないのよ。私は今回のことで誠にソータを預けるのが怖くなったわ。次は取り返しのつかないことになりそうで。それ大げさじゃない？大げさじゃない。子供の成長は早いんだよ。すぐに歩くし、いろんなものを触るようになる。玄関のロックを忘れて気づけば小さな子が外に出ちゃって、そのまま交通事故に遭うケースもあるんだよ。もしそんなことが起きたら私は一生誠を許さない。たった数時間も預けることができない。一人ぼっちで育児をしている気分。冬、あのさ、ごめんって。今夜は俺が飯作るし、ソータも風呂に入れるから。悪いけど今は誠と話をする気分じゃない。それにそんなことで今日のことが帳消しになると思ってるの？帳消しとか、そんなこと誰も言ってないだろ。なんだよネチネチとさ。悪かったって言ってるだろ。許す気ないならもういいよ。俺だって休みなのにソータを預かったのに感謝の言葉もなかったじゃないか。預かった？妻が体調悪くて病院に行く間、自分の子の世話をするのは当然のことじゃないの？逆だったらって考えられる？誠が病院に行く間、私がソータの世話をして、そのことで誠からの感謝の言葉がないって怒ったらどう思う？それは…誠の言葉って自分に父親の自覚がないって白状したのと同じだよ。ああ、そうかよ。じゃあもうそれでいいよ。今日はもう帰らないから。また怒って逃げるんだね。チッ！もう無理かもしれないな。誠が出て行ってから1時間後、義母から電話があった。誠から聞いたわ。冬さん、ちょっと厳しすぎるっていうか、誠に求めすぎじゃないかしら。求めすぎ？誠だって初めての子で、どう接していいかわからないのよ。長い目で見てやってくれないかしら。それに、男の人は頭ごなしに言ったらプライドが傷つくの。ちょっとおだててあげれば、喜んで手伝ってくれるわ。おだてる？子供みたいに扱えって言うんですか？30近い大人の男を？そう思った方が楽よ。私は産んでもいない子を育てる気はないですね。別にお願いして父親になってもらったわけじゃないので。妻によしよしされないと父親にもなれないならならなくていいです。一生お母さんのところで息子やってたらいいんじゃないですかね。そしてわざわざお母さんにこういう電話をさせるところが何よりもがっかりですよ。誤解しないで。別に誠に言われて電話したんじゃないのよ。だとしてもしばらく顔も見たくないって伝えておいてください。疲れた。またじんましん出てる。薬飲まなきゃ。1週間後、誠はあれ以来帰ってきていない。一度メッセージが来たが。母さんから聞いたよ。そっちがその気ならもういい。俺は俺なりにちゃんとやってたつもりだ。もちろん俺にも悪い部分はあったと思う。でも冬の態度だって悪かっただろ。お互い冷静になって話し合えるまでちょっと距離を置こう。私は返事をしていない。というのも誠が出て行ってから精神的にとても楽だからだ。はいはい、お腹空いたのかな。ずっと育児のストレスだって思ってたけど、考えたらソータにはイライラしていなかったのよね。全部誠へのイライラだった。そのイライラの原因がいないから気持ちが楽だわ。家事も自分と子供の分をすればいいだけ。誰かに期待しなくて済むので気が楽だ。ジンマシンも全然出ない。離婚しようかな。子供一人なら育てられる稼ぎもある。会社にはバツイチも多いし、保育園やシッターサービスにお願いすればやっていけるんじゃないだろうか。よし。そうして私はすぐに行動に移した。数日後。おい、離婚ってどういうことだよ。ああ、弁護士さんから連絡行った？そういうことよ。もうあなたはいらないわ。いきなりすぎるだろ。なんで話し合いもなしにそんなこと決めるんだよ。話し合い？そもそも家を出て行ったの誰？それは冷静になるためで。あんたが冷静になるのを待っている間も誰かが世話をしないと子供は生きていけないの。誰が世話をしていたか分かってる？でも私も誠がいない間に気づいたの。一人で子供を育てた方が精神的に楽だなって。だからもう帰ってこなくていいよ。
いや、待てって。養育費は払ってね。ソータの権利だから。ちょ、荷物はもうまとめて発送したわ。多分明日には届くと思う。家の鍵もオーナーさんにお願いして別のに交換してもらった。じゃあそういうことだから、今後の連絡は弁護士さんを通してちょうだい。これでよしっと。その後、慌てた誠が家に戻ってきたが、インターホンの音を切り、居留守を決めた。メッセージでも必死に謝罪してきたが、私の心は一切揺れることはなかった。どういうつもりなの？あまりにもひどいんじゃない？はあ、あの子だってソータちゃんの父親なのよ。ソータちゃんのためにもチャンスをあげてちょうだい。というか、血のつながりだけで親になれるんですかね。子育てもせずに実家に逃げ出して、今もママのところでしくしく泣いている男は、私の息子の父親にはふさわしくないので。なんですって？ああ、働いてるからうんぬん言うのはやめてくださいね。私だってちゃんと収入ありますから。とにかく私は誠のこともういらないので、お母さんにお返ししまーす。あ、通知切っておこう。その後も誠は離婚を渋ったが、私の気持ちが完全に冷めたのを知り、諦めて離婚届に署名した。弁護士さんの話だと、俺だって頑張ってたのに。そう泣いていたそうだ。そういやあいつ、ずっと頑張ってたってアピールしてたけど、最後まで何に頑張ってたのかわからなかったわね。思い出すとモヤモヤしてしまう。でも今はソータと二人、新しい未来を歩んでいくことに希望を抱くのだった。